ーチャルで戦え、リアルを超えろ。あのバーチャファイター e スポーツに DLC レジェンダリーパックが登場。歴代の人気キャラクターカスタマイズアイテムやバーチャファイターシリーズの厳選された BGM への変更が可能。観戦中に使えるキャラクターをモチーフにしたスタンプも追加。お気に入りのキャラクタースタンプを使って観戦を盛り上げよう。さらに初代バーチャファイターのキャラクターモデル全38種類を収録。バーチャファイターファンに捧げる究極のダウンロードアイテム。10年早いんだよ。バーチャファイター e スポーツレジェンダリーパック、全てが入って1100円。ゲーム本編は PS プラスと PS Now で期間限定フリープレイ。バーチャルで戦え、リアルを超えろ。じゃあいいですか、準備は。はい。青木さん、最も愛すべきクソゲーは何ですか。3、2、1。はい、ウエス。ちょっと待って。最も愛すべきクソゲーは何ですか。3、2、1。まあ分かんないだろうな。ああ、分かんないな、これはね。マニアックですよ。そうですね、前ちょっと対談させていただいた時に、はいはいはい、これ出てないですかね。まだ出てないですよ、うん。ちょっとお話聞いたのは、原さんはこう格闘をやってたと、格闘技をやってたという話をちょっと聞いて、でその時に、ああなるほどそうなんですねって言ったんですけど、僕もやってたんですよ。あ、本当ですか。その話をしてなくて。僕ちょっと後で聞こうかなとは思ってたんですけど、はい、そうなんです。僕は大道塾っていうフルコンタクトのところでちょっとやって、フルコンタクトですね。はい、やってまして、はい、春さんはなんか何でしたっけ。僕は結構実は格闘技はやってたんですけど、黒帯とか行ってなくて全部。あ、僕も全然行ってないです。行ってないです、うん。僕は大きく3つで、空手、一番やったのは柔道かな。柔道、空手、テコンドー。この3つ。あ、テコンドーか。はい。うん、この3つをやってました、ね。そうそう、はい。で、それを、まあ、やってる人とやってない人、格闘技を、やってる人とやってない人の感覚って、結構、人生観違うと、僕は思ってて。ああ、なんか、部分は違うかもしれないですけど、なんか分かります。やってる方が偉いとか、そういうことでもないですよ。じゃないんです。じゃないんですけど、はい、考え方とか、捉え方みたいなところがやっぱり学ぶところもあって、はい、ありますね、うん、学びは。なんかそこが今の、はい、無理やりちょっと仕事に結びつけちゃいますけど、仕事とか、まあ鉄拳っていうタイトルじゃなくてもいいんですけど、はい、会社人生、仕事人生に何かこう生かされてるっていうところって、はい、深いですね。ありますって。すごい質問だな、俺。やってなか、そう、やってなかったらどうなのかっていうところ。メディアの記者にさえこんなこと聞かれるのかな。いや、僕はやってたからね。多分ちょっとそう思ったんですよ。はい、これちょっと自分の恥も含めてですけど、あんまり自分を落としたくはないですが、もう、青木さんなし視聴者にもはっきり言いますけど、僕が初めてやりだしたのは、お父さんと、小学校の時にずっと、なんか、うちの家ちょっと変で、うん、お父さん非常に厳しい人で、母親も厳しかったんですけど、ゲームもダメで、文武両道で育ちなさい。文武両道ってずっと言われてたんですよ。うん、勉強も塾もスポーツもやらされてた感がすごい僕はあったんですけど、なんか毎日、夕ご飯を食べた後に、1時間、血糖の時間っていうのがあったんですよ。血糖ですよ。血糖。
決闘します、親子で。お父さんと僕の畳の部屋で決闘の時間があったんですよ。あれ今から思えば何だろうと思うんですけど、僕が小学校1年生から中学校2年生くらいまで続いたんですけど、結構やってますね、決闘してたんですよ、うん、真剣勝負だ。あれ今思えば親は完全に手を抜いてます。そうですよね。ただし僕はガチだと思ったんです、うん、もうあの今で言う MMA なんですよ、あのルールがないんです。うん、そのさすがに親子なんで目つきとか金的はしませんがあの組合からボクシングからやって畳の部屋でやってたんですよ、うん、でそのせいでなんか昔から抑え込まれたりプロレスとかそういうのにすごいあれされてたんですけど、まあ、今思えばもてあそばれてたんですけどね。でそれをやってました。でそうすると不思議なことにですね、男の子だからなのか何なのか分かんないですけど、僕はやっぱり闘争心とか競争心がこう思春期で育ってきた時に、あこれ俺いけるみたいなのがあったんですよ一時、うん、で小学校6年生とか中学校ぐらいの中二病じゃないですけどあるじゃないですか。でその時にいわゆる空手とか柔道をちょっとやり習い始めたわけですよ。で衝撃を覚えたのが井の中の蛙を親が教えようとしたのかなと思うんですけど、単なる親子関係でやってたことで自信がついて、僕背筋力とか腹筋とかもすごい力、筋力には時間、うん、すごい自信あったんですね、うん、で道場行くとですね、まず師範の先生がですよ、うん、言うたりしてですよ、僕師範って格闘家だと思ってたら、あの黒帯どころか何段も持ってるんですよ、いわゆる六段とかもいるわけじゃないですか、うん、その人がこれで食ってんだと思ったら違うんですよ、単なるあの単なるというかいわゆる けどアホみたいに強いわけじゃないですかアホみたいに強いんですよ、中学校1年生の僕からしたら触れれもしない相手じゃないですか、組んでも動かないでしょ、空手で言えば間合いも取れないような相手でしょ。で、しかも同年齢の違う中学校のやつが来てるじゃないですか。同じ中学校じゃ、違う中学校の同情生が同じように始めたのにアホみたいな運動神経してる。で、足が長いんだ俺より。なんじゃこの不平等。足長いんだよ。同じ体重なのに俺より 1.2 倍ぐらい足が長い。おいってなるじゃん。その経験を経て、こんなに謙虚になる瞬間はなかったですね。やっぱそのフィジカルに分からされたことって頭でっかちと違う。それがやっぱ格闘をやったかやってないかの差で言うとそれはあるかもしれないですよ。理論とかを超越したものを見せられたんですよ、うん、親にもそうだし、うん、見せられたし、勉強とか塾とかでは習えないあの格闘技の中で二人きりで戦えって言われた時の、僕はガードすればいいやとか、ここに当たってる分には大丈夫と思ってたんですけど、こことかに当たろうが背中に当たろうが痛いじゃないですか。痛いを我慢するってすごいスタミナを消費するんですよ。そうか、痛みを我慢するって力が入るから消費、これだけで疲れるんだみたいなことを学ぶじゃないですか。で、フィジカルに来ると心が折れ始めるわけですよ。その時にやっぱ学んだのは、世の中舐めちゃいかんなと思って。してるおっさんが、しかもそのおっさんアジア大会とかで優勝してるんですよ。こんなおじさん、僕おじさんだと単なるおっさんだと思ったけど、中学校の時生きがってるじゃないですか。おっさんだと思ったらこんなやつを舐めてて、おっさんよとか言った日に一刀両断でしょっていうのを中学校の時に知らされる僕ですよ。これかなわんと。あ、でもそうですよね。塾とか行くと、だから、これかなわん。帯が一緒だからって言って、やらされるんだけど、年齢差は全然違う。年齢差もあるし、リーチも違うわけじゃないですか。うん、で、しかも僕、年上ともやれって、組手しようって、いやいや、冗談じゃねえって、僕は正直、すっごい臆病になったんです、そこで。うん、こんなの、喧嘩なんか売るもんじゃないし、やるもんじゃないし、で、いろいろやってるうちに、逃げたくなったわけですよ。うん、でも、その時に学んだのが、あの、逃げるっていう技術もすごい人がいるんですよ。うんうん、僕、大学も、あの、実はその後格闘技じゃなくて、僕、ヨットの道に行って、ヨットレースでは国際大会にも出たし、うん、日米のヨットレースは1位も取ったし、あの、
国体とか全日本では常にいわゆるベスト8に入る、うんうんうん、もう最後は全日本4位で終わったんで結構アスリートとしては頑張った方なんですけど、それでもそのそういう世界にいてて、やっぱりこの格闘技はちょっとやっぱりちょっと違うなと思ったな、うん、僕はヨットレースは常に上昇志向だったんですけど、格闘技ある意味もうどっちにしてもかなわないやつが出てきた時に、クマが出てきたらダメなわけじゃないですか。逃げるっていうことはすごく重要だと思ってて、でそれで言うとその僕早稲田大学だったんですけど、その早稲田の競走部とかあの足が速いっていっぱいハムでいるわけですよ、うん、でそいつがその本気で走った時にチーターかってぐらい速いわけですよ。でこれ最強じゃんと思ったんですよ。そいつ何キロでもすごい速さで自転車みたいな速さで走るわけですよ。うわすごいと思って、だからこれ格闘技で言ったらこれも最強だし、だからああなるほど、相手を打ち負かすってことが最強ってわけじゃないわけじゃないですか。っていうことをいろいろ巡らせた時に、僕最後どこに行き着いたかというと、いろんなことを思い出してみて、相手が怖いとかいう以上に自分との戦いっていうの方がでかいんじゃないですか。例えばサボりたいとか逃げたいとか、ここだけは頑張りたいとかっていうことにどれだけ正直でいられるかってことを学びました、ぶっちゃけ言うと。だから真剣でいたいと思うときにどれだけ真剣になれるかっていうのは20分だけでも真剣になりますけど、僕逃げたいと思うときは本気で逃げるんですよ。であと怠けたいと思うときに本気で怠けることにしてるんで、今テレワークですけど平気で20分ぐらい寝ようっつってやるし、今日出さなきゃいけないそのレポートを回して他に回すことはしますし、そんから絶対に明日プレゼンであの執行役員のあの人を論破すると思ったらもう朝4時5時までやりますし、オンオフというよりかその向き合うことの大切さみたいなのは格闘技から学びましたね。そうそうなんです、はい、僕もそうで、その対峙した時にもう負けるって分かる瞬間あるじゃないですか。あれ分かりますよね。もうあはいあ、はい、負けましたっていう時あるんですよ。柔道はもっと分かりやすいんですよ。掴んだ瞬間にもうすぐ分かる。おいこいつはあかんぞって思うんですよ。そしたらもう正直言うとデコピンして逃げますよ。だからもう負けるって分かってる試合でもなんかそんな惨めに負けたくないとか、あのできればちょっとワンパン食らわしたいとか、ね、いい格好したいとか、そう、いい格好したいとかあるんですよね。でそれをそのそうそう おっしゃる通りで、その逃げる術もそうですし、なんかうまく切り抜けるというか、そういう術も身につくのが格闘技でいいところだと思うんです。勝つだけじゃないっていうね、はい、でそれがその社会に出ると僕は自分で生きてると思ってるんですよね。そこがその同じかなと思って聞いたんです。格闘技やってる方は多分大体自分との向き合い方は分かりましたね、うん、臆病って自分がビビってる時にビビってるってことをちゃんと理解できるかどうかでかいですよ。この判断を間違うと死ぬと思うんですよ。俺はビビってないと思うと多分政権付け食らって死ぬと思うんですよね、うん、いやもうなんかその大事な会議でもね、これはもう負けスタートな会議もあるわけですよ。わかります。でもどうあがくか、あがくかですね。それを向き合うかですよね。向き合うか、最後何なら勝ち取れるかみたいなところを、そのなんかこう格闘技でいう対峙した時の感覚がちょっと生きてるなと、ね。対峙した時にアイデアが浮かぶんですよね。そうですね。逃げ方、ね、勝ち方、やり過ごし方、そうそう、どれでもいいんですけどアイデアですよね。あれ切羽詰まるとアイデアが浮かぶんですよね。うん、あれそれは分かります。あれを瞬間的に判断しなきゃいけないっていうその能力が、まあ、身についてるかどうか分かんないですけど、そういう経験をしてるから、うん、あ分かりますね。それはなんか活かせてるかなって。あれ多分フィジカルじゃないと分かんないと思うんですよね。なんかプレゼンありません？それ。プレゼンで、プレゼンしてるときに、これダメかもっていう。それこそ今の感覚が最初のもうね一瞬でわかるじゃないですか、あの、うん、冒頭で、冒頭1ページ目ぐらいで、あれこれ響いてねえぞ
あれを最後までやる辛さと、いやではそこを転換するアイデアをどうやって浮かぶかは、とそれプレゼンの途中で転換します。あれはね、あの緊張状態じゃないと生まれないんだよ、ね。ああ、なるほど。でもそこにはもう出来上がった資料があるじゃないですか。そう、ただね、だからそこはそのビジネスだけじゃ学べないのよ。あのフィジカルって熊と対峙した時じゃないから、熊対峙したことはないよ。だからその熊みたいな格闘家と対峙した時の生命の危機っていうのはもっと違うわけですよ。脳幹、脳、前頭葉がもう脳幹の部分で感じる本能の危機があるから、そこだよね。その経験はやっぱ大きい、ね。プレゼンするときって、スタートがあって、ここに落とそうっていうゴールがあるじゃないですか。はい、そういかない、もう1ページ目から、そうなんです。そういかないときあるんですけど、それをいかにこの軌道修正して、ね、軌道修正して、こうってゴールにするか、で、ゴールに行かないとしても近づけるか、みたいなところは、その、格闘技でいるところの対峙した時のどう対処するかにちょっとは学べがあるんじゃないかなと思うんですよね。てことはプレゼンの途中でその青木さんも原さんも自分で一応物語ができてるじゃないですか、プレゼンって、うん、であれ違うぞと思った時に資料に書いてある落としてることって一緒だけど、うん、言い方とか、そうです。で、俺目線変えます。俺ページ飛ばしたりするんですよ。本当は一番言いたかったことをパッパッパッって飛ばして、本当はあんまり響かないと思ってたとここの方がいいかもって、うんうんうん、途中で、ね、質問が来たりしますよね、うんうん、これなんだろう、これどうなのって質問来ると自分が描いてる道から脱線していっちゃうから、 それをこう食いながらどう戻していく、結局相手が求めるストーリーラインにした方が響くって分かったらそっちにする、うんうん、相手にストーリーがないときはもう自分のストーリーを語った方がいいこともあるし、それ臨機応変と、いやそのリアルタイム差っていうのが格闘技は意味合いが違う、やっぱり、うんうん、その単なる議論って、議論って単性でしょ、うん、言葉の応酬ってやっぱ単性だからすごく 文系的にこうあのターンなんですよ。ただ格闘技ってターンじゃないとこがやばくて、うん、どういうそのパンチが飛んでくるか分かんない瞬間で、ね、そうですよね。どっちも双方向にリアルタイムすぎて、でやっぱりその本能に根ざしてる部分だから、さっき言った感じ取れちゃうんだよね。で打撃はね割と食らう経験しないと分かんないんだけど、柔道はすごい、本当に柔道はね、うん、組み合わなきゃ始まんないスポーツだから、こうやってやるでしょ、パッと不思議だよ、うんうんうん、岩かこいつって思う、動かないですよね。俺ね昔東京大学入ってきた柔道部の同期がいたんだけど、柔道部のやつがいてね、俺を飛ぶでしょ、で俺は言うてもその全日本とかさ国際大会でないみたいな人でしょ、都大会で3位ってやつだったの、そいつ都大会かいって思ったの最初、うん、冗談じゃなかったね、もう岩だみたいな、びくともしないやつですよね。いやいや、やんなかったもん試合、ちょっと組ませてって言って組んだけど、都大会3位がこれだとどういう世界だと思ったの、うんうん、でデコペンして逃げたんですか、これはあかんねん、いやあかんって言ったもんあかんねん、あれは本当動かないですよ柔道は。こう分かったって言って、なんそいつこっち掴んでないんだよ、俺が掴んだけど分かるんだよ、こいつはやべえと思った、うん、大会3位でこれかと思った時に世の中なめちゃいかんと思うよ本当に、うん、ね。僕ね青木さんに聞きたかったのは、はい、これね意外とだから視聴者の層も絶対知らないだろうし、ああボーダーブレイクの人は知ってるのかな、で僕は本当にそこは知らないんで聞きたいんですけど、本当パーソナリティな部分です、青木さんの趣味、うん、どっちでもいいです、今まで一番ハマった趣味でもいいし今ハマってるものでもいいんですけど、趣味なんですか、趣味って割とその人を示す何かだと思ってるんですけど、趣味って何ですか、趣味が見えないんで、なんか雰囲気から趣味ね、なんかいっぱいあるかもしれないです、これっていう深いのはないかもしれないです、浅いのがいっぱいある感じで、あでも趣味ってそういうもんじゃないですか、うん、深くて1個の人もいれば、うん、本当に20個ぐらいやってる人もいるんで、どれでも逆に言うとあれですか、その割と子供の頃からいろいろやるタイプですか、いろいろやりますね、だから運動系もやるし、なんか僕結構その香川県の田舎のところで育ってるんで、はい、海も山もあ、はい、あ、
どっちもありますね。ところで、うどんもあって。そう、うどんもあって、育ってるんで、ある程度いろいろやってるんですけど。でも、ゲーム業界で開発系で珍しくないですか、多趣味って。どうかな。割とディープな人が多いですけどね、一個二個で。ああ、そうかもしれないですね。深いのが。でも、まあ、逆に言うと深く行きたいんだけど行けてない浅いやつがいっぱいあるみたいな感じですかね。ボーダーブレイクはだいぶ長かったですけどね。まああれは仕事ですからね。趣味という例えば、ね、その趣味の一部の羅列でもいいですけど、どういうものがあるんですか。例えば、まあ、さっきからちょっと話題が上がってますけど、カップ焼きそばはこれ趣味と、まあ、食というよりは趣味。いつハマったんですか。何歳ぐらいですか。ハマったとね、ソース味が好きなんですよ、はいはい、ソース味が好きっていうのはもう小学校からハマってるんですね。だいぶ長いですね。でその時はカップ焼きそばっていうのはないんですよ。ああはいはいはい。あんまりなくて、袋はあったり、袋ではありましたね、はい、だからそれがハマったのはやっぱそうですね、大学生ぐらいからですかね。 UFO、 まあそうですね、まあ大体 UFO とペヤング派で分かれるんですけど、僕はまあソースが好きなんで、うん、UFO が好きなんですけど、もう多分スマホ見れば分かるんですけど、ブワーってやっても全部 UFO だ、ね、UFO の日清さん e スポーツやってますからね。カップヌードルがね、まあでもまあそれはあまり UFO 以外も食べるんですよ、もちろん UFO 以外一平ちゃんとか、ね、やっぱりそういうソースもの焼きそば、しかも焼きそばなんですよ。焼きそばですね、ソース焼きそばで、カップ焼きそばじゃないですね。嫌なんですけど、あれでもあんまりカップ焼きそばって厳密には焼きそばじゃないじゃないですか。焼きそばじゃないです。だから焼きそばが好きなわけじゃないかもしれない。ってことなのかも。あの、うん、カップ焼きそばと言われるジャンルのあの蒸し焼きというか、そのお湯で戻したあれ、ちょっとジャンクな感じのね、 UFO に対してはちょっと探求心が結構あるんですね。まあ四角い UFO がいいのか丸い UFO がいいのかっていうところからもで行くと、どっちなんですか。丸なんですけど、丸、うん、やっぱりこう最後ソース回せる、ソース回せる、あソース辛みがいいですよね。こんな話して大丈夫なんですか。全然大丈夫。ほぐれない縮んなんだろう、畳まれたままのキャベツとかね。ああのあります、ね、紅生姜が乾燥から戻りきってないの微妙な感じとかね、うん、そうで食って不思議ですよね。だって言うたらね、その結構やっぱこの年齢になるとすごい高級でいいものも食べてるわけじゃないですか、うん、にもかかわらずそのあの夜中にお酒飲んだ後に食べるねカップ焼きそばの美味しさって他にないじゃないですか。れです、ね、これ海外の方って分かるのかな、ね、UFO って。あ最近のは分かります、うん、これが、例えば、いわゆる僕の経験上30年ぐらい前だと、ちょっといわゆるその即席とかそうインスタントの美味しさみたいな話は割と理解してもらえませんでした昔は、うん、あの即席とかいうのってやっぱり割とアジア発祥なんですよね、あれね。確かそうですね、アジア行くとありますよね。アジアが割と、ね、特に日本がやっぱりインスタントラーメンとか、うん、インスタント系を最初にやっぱりやり始めた国じゃないですか、うん、だからやっぱり僕らの方が造形が深いわけですよ、うん、であれがその本物がいかなくて割とちょっと向こうで発展したも安いものとか、その例えば向こうに行くときにローカライズされたものとかいろいろ分かれていったんですけど、最近やっぱりアメリカでももう同等のものが完全に入っているので、うん、最近はやっぱりこの話はシンパシーを覚えてくれる人はいると思うんですけど、ハナさんとは多分僕ちょっと年齢近しいところがあると思うんで分かると思うんですけど、僕は小学校の頃って土曜日って半丼だったんですよ、はい、ああそうです、僕らもそうでした、ですよね、で授業がありましたんで、給食半丼的言われたら通じないと思いますよ。午前中でおしまいってことですね。午前中授業で小学校が終わり、給食なしで帰るっていうね。で、はい、で帰ると、まあ、時間的にはあなたの知らない世界とかね、ああ そうそういうのをやってるんですけど、お昼がないわけですよね。お昼ご飯がないわけですよ、はい、そうするとうちの、まあ、母親ちょっと働いてたんで、机にこうお金が置いてあって、はい、これで食べてきなさいっていうのがあって、あで懐かしいな、なんか僕弟がいて6歳ちょっと離れてる下の弟がいるんですけど、その弟と2人で隣にあるお好み焼き屋さんに、もうほんとベタなんですけど、ボテジュボテジュ、ボテジュね、いやあのボテジュじゃないと思うんですよ、違うのか ローカルだと思うんですけど、ローカルオリジナル
ナルボテージがあって、はい、でそこにその机の上に置いてあったお金を握りしめて弟と一緒に行って、豚玉半分にしてくださいって言って半分豚玉を食べるって、その時にもう多分ソースの口になっちゃってる。ああ、そっからソースの口、わかるわかるわかる。そこからソースが好きっていう、もうなんか体になっちゃって、で大人になった時にカップ焼きさんを食べた時に、あってあれだ、近いって、いやだから体験なんでしょうね。もう味覚というか体験なんだろうな。いやそっからもうソース味好きなんで、いやまさにソウルフードの一種ですよねこれね。そうなんですよ。それをもう常に探求してるっていうのとかですね。まあ浅いんですけど。けどそういうのがいくつかあるんですね。あとですね、エビ飼ってるんですよ僕。あ、ちょっと待って、おエビ来たぞ、俺と一緒だぞこれ。原田さんが昔。あ、そうなんですか。僕ね、エビまだ飼ってるんですけど。僕も今飼ってるんですよ。え、あ、すみません、もう青木さんの話ですエビ好きなんですか。エビが、まあエビが好きというよりは、そのエビが、その、まあピクシーシュリンプっていう。ああ、ピクシーシュリンプ、わかりますよ。で、まあもしかしたら知ってるかもしれないですけど、餌あげなくていい、はいはいはい、水替えなくていいっていう、はいはい、まあエビなんですよね、はい、でハワイのところで、はい、あるエビで、でなんかこうね、やっぱり生き物、ペットみたいなものを飼いたいんだけど、まあぶっちゃけると面倒くさいじゃないですか。ああ、わかります。そういうもんですよね。そうなんですよ。で水入れ替えたりとか、ね、うん、でそれをしなくていいっていうのを聞いて、本当って最初友達から知ったんですけど、で買い始めてもう十何年経つんですけど、いまだに生きてて、あ、回ってますか。まあ、ああそれがなかなかいい環境です、うん、なんでそのちっちゃいんですよね、すごい、まあ、はい、本当エビのふりかけぐらいの大きさの、これぐらいのなんですけど、あの水だけ足すやつですよね。そう、うんうん、だから厳密に言うとそれも手間なんですよあれは。そう、うん、でも水はでも本当年に1回ぐらいしか足さないですよ。あ、ピクシーそんなレベルですか。そうです、もう餌もあげなければ。それはそう、水はだから自然に蒸発して、で揮発した分入れるんですよ。揮発した分入れて、で汽水のやつなんで、うん、あ、そうですよね、汽水だからちょっとその塩がね、うん、入れてもうたまにだから1年に1回なんだ。あ、それは飲みながらちょっとこう見えないんで、そうですね、あの拡大しないと見えないですよね。そうそう、ほぼプランクトンとかそういうレベルです、ね、虫眼鏡でこう見ながら、うん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 っていうのをめでるの好きです。でちょっとずつこう今増やしていってるんで、うん、はい、なるほど、はい、あともう一個だけ聞きたいんですよ。本当は一個なんですけど、もう一個だけ聞きたいんですけど、うん、はい、僕オカルトがよく自称ではあえて言ってるんですけど、僕オカルト否定派でありながら、はい、オカルトを科学的なアプローチで、うん、あれはオカルトとかそういうものじゃない、科学的にいろいろ本当は言えることであって、そういうものじゃない、みんなが思ってるようなオカルトとかそういうスピリチュアルじゃないよって言いたい派なんですけど、うん、言いたい派ってことはイコール誰よりもオカルトが好きな人なんですけど、ある意味、うん、そういう意味で言うと、そのちょっと青木さん聞いたんですけど、幽霊って 見える人ですか。ここは全く見えないです。あ、やべえ、それこう一緒なんだ俺。ただやばいな。僕の周りだったり、兄弟含めるとすごく見える人多いんですよ。あ、本当ですか。あ、でも自分は見ないですね。見ないで見てる人の話。俺と一緒なのか。じゃあ残念な2人が揃ってるね。ただ見てる人の話を聞くと、そのやっぱ本当に見えると。で。そうなんですよ。これ僕ね、いつも言ってるんですけど、僕ね、見えてるって言ってる人は見えてないはずだとは言ってないんですよ。うん、見えてる人には見えてるんですよ。本当に見える。で、例えば、僕の知り合いは、お風呂入るとき、トイレ開けたときに、はい、本当に妖怪みたいな人がいるんだと。ちょっとマジっすか。いるんです。本当に水木しげるの世界の妖怪みたいな人がいるんだ。それを見たときに本当に驚くと。びっくりしちゃうと。見
見えてる人いるんだ。でもそういう嫌な面もあれば、例えば、まあ、親族とかで亡くなった人とお話ができたりとか、はいはい、それいいですよね。僕ね、おばあちゃん会いたいんですけど、そういうプラスの面もあるから、そのいい面もあれば悪い面もあるけど、嫌なもんだよって言うんですよね。で、嫌なもんなのかな。でもおばあちゃんだったら僕いいですよね。おばあちゃん約束したんで出てこないから、おばあちゃん明らかに亡くなる3年前に約束したんですよ。僕、おばあちゃん死んだら出てきてよって。そう、あ、大丈夫、ちゃんと呼びに来るからねって。全く来ない。これはね、見えない人には本当見えないらしくて。あ、そうですか。で見えてる人には見えると。で、その昨今でいうとこの、はい、まあ、昔でいうところの水木しげるの漫画だったり、はい、悠々白書、はい、それから最近で言うと鬼滅の刃。悠々白書の作者はバーチャファイターファンです。あ、そうなんですか。もともとそうです。ありがとうございます。一回鉄拳で、あの、取材というかその対談みたいな、うん、あの、実はこっそりお会いしたことがあるんですけど、うん、鉄拳の話のはずなのにバーチャファイターの話なるほどね。とか、その、はい、鬼滅の刃、呪術廻戦出てくるじゃないですか。はい、あれ全部本当にそういうふうに見えてる人たちから見ると全く同じらしいんですよ。ああ、鬼とかね。だから、あの人たちの作者はみんな見えてると。絶対見えてるから、ああいうものを描くたくなってるんだっていう。あれは見えてる人から言うとみんな真実にすごく近い言うんですよね。なるほど、うん、だけど、うん、僕は見えないです。見たい。そうですね。あ、ただ見えてる人と見えてない人と共通実は割としてるところは、実質的な危害、その直接的に危害っていうのはあんまないんですよ、これ、うん、だからそこは唯一共通してるところで。あの、最後これトークっていつもあの締め、そろそろ締めてくださいやるじゃないですか、はいはい、もうちょっと飽きちゃったんで、はい、今日は締めてくださいなしにしますが、はい、あの、僕が今一つ、あの、Q を出します。あの、クエスチョンを1個出します、はい、これは、まあ、原田さん、青木さんに同じクエスチョンを出しますから、うん、思いついたものをすぐ3、2、1でカメラに向かって返してください。ほうそれが今回のトークの締めに使います。お、思いついたものいいですね、はい、じゃあクエスチョン出しますね、はい、最も愛すべきクソゲーは何ですか。お二人ちょっと考えてください、はい、最も愛すべきクソゲーはあなたにとって何ですか。クソゲーっていろんな意味で、俺と青木さんの世代にはクソゲーって言葉なかったんだけどね。むしろこのセガとかナムコに入ってから聞いた言葉なんで、うん、まあでもあるよ。いいですか。あ、いい意味でね。じゃあ最初青木さんからいきましょうか。はい、はい、じゃあどっちにしようか。言っていいのかな、これ大丈夫なのかな。やばかったらピーション。こっちのカメラに行きましょうか。はい、じゃあいいですか、準備は。はい、青木さん、最も愛すべきクソゲーは何ですか。3、2、1。はい、マイティーボンジャックです。ちょっと待ってマイティーボンジャック作った人って確か最後ナムコに来た。はい、そうなんですか。うん、僕はやっぱりあれだ、ファミコンなのかな。あれ、こうテクモ、いわゆるテクモ、テクモですよ。テクモですよ。テクモじゃなかったですか。確かね、うんうん、まあ、そう、ほんで僕がやったのは多分ファミコンだと思うんですけど、クリアできないんです。うん、あ、でもファミコンそういうゲームが多いですね。で、本当にこのクリアできるのかなっていうのは、まあ、当時はね、インターネットもないですし、はい、調べようがないんだけど、やっぱ友達もやってるやつがいて、いや、クリアできるんだよ、あそこでああやってやってやればできるんだよって言うんだけど、いや、どうしようできなくて、唯一その当時やってたゲームの中ではクリアできなかったゲームで。ああ、でも逆に言うとすごいですね。まあ、相当クリアしてたんですよ。そう、割とじゃあクリアするのがこう
わかります。あの時は礼儀作法としてクリアするって、クリアしたらもうおしまい、次のカセットに行くとか、次のゲームに行くっていう。クリアがあると思ったらループしかないゲームもあるいや、本当にこれできんのかなっていうのと、まあものすごくやっぱ難しかったですね、テクニカル的に。わかります。もう小学生とかではもうちょっとどうやってやっていいのかわかんないぐらい難しくて、好きすぎてもうクソゲだなって、感情が揺さぶられるという意味で、ああ、愛しすぎてもう憎みみたいな、ああでもいい話じゃないですか、感じになりましたね。素晴らしい。で、今なり多分わかんないです、クリアできるのかどうか、そのファミコン版がですよ、多分クリアできないです調べてないですけど、まあそれをクリアを目的に日々こう一生懸命毎日やってたような日々を思い返すと、じゃあ懐かしさもあり、なるほど、うん、じゃあ原さん、はい、準備はいいですか。いいぞ。最も愛すべきクソゲーは何ですか。3、2、1。エリシオンまあ分かんないだろうな。あ、エリシオンは分かんないな。これはね、マニアックですよ、まあ、僕はやったら PC98 なんですけど、これを分かる人は相当年配だし、うん、RPG なんですけど、愛すべきクソゲーです。いや、僕は感動したんですけどね。どこがすごかったかっていうと、途中、普通 RPG ってどんどん成長してて、成長させさえすればクリアできるでしょ。だエリシオンっていう RPG は、あ、PC98 版ですよ、ファミコン版じゃなくて PC98 版、だファミコン版知らないんですけど、一応あったんですよ、エリシオンって。で、PC98 版やってた時に、こう、当時はあんまり説明書とかも特にないわけですよ。で、ずっと遊んでたんだけど、途中からね、全然いけないんですよ。レベルアップもしなければ、倒せる敵も一定になってきちゃって、成長もしなくて、もう絶対にクリアできないみたいな。で、なんか、その変な強いナイトみたいなのが出てきて、追い回されて、やべえみたいになって、で、これはクリアできないなと。いうのが起きた時に、俺初めて、人生で初めて友達に、その時、中学生だったかな、友達に、エディションクリアできないんだよ、どうしたらいいんだよこれって言った時に、友達はすごくゲーム好きだったの、お互い、すごく気遣ってくれたんだよね。ネタバレしたくなかったんだろうけど、今の自分の状態を信じてみって言われたの。その中学生ってそんなこと言える？信じてみって言われたけど、信じるってどういう意味だと思うんですよ。で、わかりますけど、ゲームって死にたくないでしょ、うん、僕死なないように何ヶ月も何ヶ月も死ななかった。俺ついに1年間死ななかったんですよ、ずっとそのゲームで。もう怖いから敵から逃げます。 でも進展しないわけでしょ。レベルわかんない、覚えてないけど、なんか26ぐらいなんか止まってんのかな、レベルが。ずっとでもどうすんだ、1年間ですよ、1年間で。その友達の言葉がずっと引っかかってたの、俺。その信じてみてどういう意味かなと思って、まあいいや、ちょっと今の自分のキャラを信じて戦おうと思って、絶対に相手にしていけないようなやつと戦ってみたんですよ。ただもう死ぬって分かるんです。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、やっぱりこれダメだ、これ死ぬと思って、でも最後までよぎるわけだ、友達の言葉が。もう信じろって言われて、もういいや、死んでもいいと思ったから、初めて自分の装備とキャラを信じて戦ったら、なんとですね、正解は死ぬことだったんですよ。そのキャラにやられ、そのキャラっていうか、死んだ瞬間に、ああ、終わったと思ったの。俺1年間頑張ってさ、死なないようにやってきたのに、死にたくなかったわけ、俺は。死ぬイコール RPG で一回死んだら俺死ぬって思ってたから、エースコンバットでさ、一回落ちたら、レベル、最初からクリアして、リセットしてやり直す人間なんで、あ、死んじゃったと思ったら画面がね、パカパカパカって当時もう本当白黒にフラッシュして、え、なんだと思ったら、ピャキーンって言って、その持ってたクソくだらねえダガーが、エクスカリバーになりやがった。